金足農業対日大三高、2対1で金足農業が勝ちました。金足農業の皆さん、秋田県の皆さん、決勝進出おめでとうございます。いや、試合はねすごい、激戦でした。金足農業がね1回から8回まで再三チャンスを作りながらも、日大三高がねなんとか、2点にしのいで、日大三高もね1点を返して、9回三者凡退で、金足農業三者凡退だったんで、これはちょっとサヨナラの流れになってきたのかなっていう感じで、9回裏、ベースカバー、ベース一塁ベースに誰もいないっていうのと、とかねそういうのあって、でもただワンアウト一二塁になったんですけどね、強い当たりもよく取ってはいたんですけど、一塁送球セーフで、内野への当たり2つで、1、2塁になってね、これは日大三高に月が来たのかななんて思ってましたけどね、次のバッターの当たりも結構 いい打球だったんですけど、深い位置に守ってた分ね、レフトフライになりました。最後ねセンターフライも危ない取り方で、ちょっと見てるこっちもねおーっていう感じだったんですけども、取ってゲームセット。日大三高のね、攻撃をなんとかしのいで、金足農業の決勝進出決まりました。やっぱ吉田投手今日も120球以上を投げて完投勝利。いやー、これはちょっと横浜高校の松坂投手の再来になるんじゃないかな、あるいは2006年の早実斎藤佑樹投手のような形になるかもわからないので、そのドラマがね決勝も、続くかもしれないです。大阪桐蔭対済美高校の勝者と、やるわけですけども、ここまで来たらねベストを尽くして頑張ってほしいなと思います。本当に、決勝進出おめでとうございます。感動ありがとうございました。そして日大三高の皆さん、再三のね激戦を演じてね、1回戦はものすごい打撃の強さを見せつけました。そこからはね大接戦をなんとか勝ち上がってきて、最後準決勝もね、意地を見せて、くれました。本当に感動ありがとうございました。両チームの皆さんお疲れ様でした。